ハロージャック YouTube。 はい、ハロー YouTube、俺です。ですね、自分本位の生き方、自分本位の人生とは 何だろうというふうなことを考えまして、それについてちょっと話をしたいかなと思いますね。自分本位の生き方というのは、自分で人生をクリエイト、自分で人生をデザインしていくような感覚ですね。はい。で、それで自分なりに考えた3点がありまして、1、やりたいことをしている。2、外的要因に反応しない、第三者に反応しない、依存しないみたいなことですかね。自分は自分であるっていう、明確な字があるということ。誰かのために生きるとかじゃなく、自分のためにちゃんと生きている。はい。3つ目、これはちょっと考えたんですけど、自分自身を使って、社会貢献しようとする意欲があるっていうところですね。自分の存在を第三者社会にお役立てしようとする姿勢があるっていう感じですね。自分の存在をちゃんと誰かの役、社会の役に果たそうっていう気持ちがある、姿勢があるっていうふうに、この3つ考えてみました。はい。自分の人生を生きる、それは何でかというと、やはり気抜いたり意識してないと、自分の人生を生きずにどんどん時間だけが過ぎ去っていって死んでしまうとかね、また自分らしく生きれなかった、前世もそうだった、前々世もそうだった、で死ぬ時に結局気がついて、うわまたやっちゃったなっていうのが、セオリーじゃないですかね。人生のこの人間の繰り返し、魂がるとすれば、そういうことを繰り返ししちゃうっていうのはね、意識的にそういう風に生き方を考えていかないと、結局自分自身の人生など生きずに誰かのために生きちゃってた、会社のために生きちゃってた、自分って何だったんだろう結局っていう風に終わってしまう。でここなんか人生の罠というかね、気抜くとそうなるんじゃないかなって思いました。はい。じゃあ 1,2,3 ちょっと振り返ろうかなって思ってるんですけど、ポイント1はやりたいことをやってる、この自分を持ってるイコール、やりたいことをやってるっていうのにもつながると思いますけど、そうですね、仕事がもちろん全てではないですけど、やりたいことイコール仕事につながったらもちろん素敵ですけどね、やりたくないことをしてたらそれは果たして自分ですかっていうところもありますからね、仕事だからやりたくないことは仕方ない、じゃあ果たしてやりたくないことで働きかけて、やりたくねとか思いながらサービスをしてる人って結局、そんなサービスは本当のサービスなんだろうかっていうふうに思っちゃいますしね、あとその依存とかですよね、誰かに依存してるっていうのは結局その人がいないと無理みたいなことになっちゃうんで、それも自分本位ではないですね。はい。誰かに依存しない、外的な要因に反応しない、天気が悪いから、気持ちが良くないとかじゃなく、自分が気持ちがいいから雨でも、風でも嵐でも基本的には気持ちがいいのだと、そういうことですね。外的な要因に反応しない、第三者に依存やら反応しない、自分が自分で自分が好きだから、自分という好きなこの存在を第三者にアピールして、パートナーシップやらフレンドシップ人と、交流ができるのではないかということですね。自分は自分でいるということですね。ちゃんと自分という、自分が商品だとすれば、ちゃんと、自分という商品は、良質なものなのであるか、自分を進めれるか、自分が商品だったとしたら第三者に自分をちゃんと進めてあげれるぐらいに自分に、信頼を受けているのかどうかということですかね。はい。でこれがそうです、2番目の外的な要因にいちいち反応しない、依存しない、みたいなことですかね。はい。で戻るんですけど、1番目やりたいことをしてるっていうのは、今の話とリンクしてくると思いますけど、ちゃんとやりたいことをやってる、やりたくないことをいやいややって、生きてるんじゃなく、やりたいことをやって、もう元気はつらつで生き生きと生きてると、生きがよく生きてると、生きしてると、もっと生きたいと、楽しいってことですね。楽しければ何でもできるということで、この動画ですら別に何の意味もないんですけど、楽しいからただやってるってことですかね。ここから派生して、どんどん楽しむぞっていうことですね。はい。1番やりたいことはそんな感じですかね。2番は、第三者、外的要因に反応しない。で、3番目のポイントは、僕なりにまあ考えたっぽいんですけど、1番、2番にもつながってきたなと思うんですが、社会貢献したい、誰かの役に立ちたい、自分という存在を、何かにお役立てしたいという姿勢ですね。ポジティブですね、ポジティブですね。でもそれも1番と2番でつながってきまして、自分という商品をちゃんと売り込みたい、認めてほしいとか、認めてもらわなくてもいいんですけどね、その自分を信じて、自分本位でやってるんであれば。やっぱ人それぞれいろんな考え方がありますから、ただ、例えば僕という存在がありまして、やっぱりこういう動画を撮ってみて、自分に向けて発信してるっていうのもありますが、もしね、どっかで人生のヒントってどこで落ちてるかわからないので、パッと見たときに、あ、なるほど、その意見採用って思ってもらったら僕は嬉しいということですね。一応この動画に関しては極力いいこと言おうかなって思ってるんで、はい、いいこと言いたいマンですかね。はい。こういうように自分をなんかのね、お役立てしたい。僕に関してはですけど、コロナの時にね、ボランティア活動っていうのを自主的にやってみたことがあります。やりたいことを、なんていうんですかね、お金をもらわずにやる。やりたいことをお金でもらってやる。お金が発生するしないで、どういうふうに自分の心持ちが、違うんだろうっていうのが、実験したかったっていうのが、僕のそのボランティアやりたかった理由なんですけど、感想としては気持ちが良かったですね。お金発生しないんで、結局利害関係はない。僕はただ、その庭の掃除をしたかっただけ。で、それを求めてる人がいた。ウィンウィンなんですよね。で、僕もその、お金とかもらってたらちょっと気使うかもしれないですけど、お金もらわないんで、
もうブチブチ勝手にあの草とか抜きまくって、これ抜いちゃあかんやろみたいなのもね、最初の方はちょっと抜いちゃったっぽいんですけど、花みたいなやつよね、まあ、後からどんどんバランス取れてきてよかったですけど、ここを僕は知りたかったっていうね、利害関係なくウィンウィンの関係を築けた時になんかハッピーでしたね、うん、とか言いながら最初あの焼肉ごちそうになっちゃって、まああのまあ、向こうの、ね、お気持ちだったんですけど、そういう活動がありました、はい。まあ、自分という存在がお役立てできたなというふうには思いました。はい、どうでしょうか、自分本位で生きるって何なんだろうっていうね、はい、僕も鍋をこうやってこう人生第2弾第何弾か分かんないですけどね、まあ、正直お店の移り変わりで考えていったら第6弾みたいな感じですね、OS で言えば、アップデート6みたいな感じで僕は進んでいくみたいな感じですかね、はい、はい、ということで、こういうこと喋りたいなんていうことで、お話しさせてもらいました。はい、ありがとうございます。